モローセラピー協会の関野義晴です。このコロナショックでみんな沈滞している時ですけども、まあ、今日はモローセラピーを、まあ、家でなんかすることないかなって言ったらちょっと覚えててもらいたいっていうのは、実は簡単に覚えられる主義なんです。で、私がモローセラピーを自分でできるようになりたいなと思ったのは、金山先生に自分とか娘とかを見てもらって、非常にこんなによく聞くのっていうことが分かって、ぜひいろんな人に知ってもらいたい、やってもらいたい、師匠ができることは私でもできるようになったし、私ができることは同じようなことをやればどんな方がやっても効果がありますので、ぜひやってもらいたいです。モルフォセラピーの特徴は、この脊椎のズレを直すことが特徴で、そのズレに規則性があるんですね。こう必ず左側にズレます。脊椎は頸椎が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ここから胸骨で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12で、腰椎が1,2,3,4,5とで、これに矯正します。この脊椎のズレを治すときに、押さえてる血管をこう解放することになるので、脳に行かなくなっちゃってふらつくことがあるので、いつもこう患者さんの顔色を見ながらやってください。必ず左手が上になります。左手で左にずれた脊椎を動かします。で、右手は支えるという感じですけども、必ず交差させてください。角度はですね、垂直ではなく水平じゃなく、いや45度ぐらいの角度で、上の方からこう、だいたい3本指が脊椎に当たってると思うんですけども、だいたい3センチぐらいずつ下に下げていきます。で、腹をですね、なぞるぐらいの力で、あまり強くやらないでください。強くやると結構動かないんですね。骨盤の矯正はですね、思いっきりへその下の方に手を、右手を入れて、こっちは、へそよりちょっと下ですね、からこうへそに向かって、よりちょっと下に向かってを切っていきます。へその下、右手入れて、へその下から、左手は回転するように、と右手をおへその下に持ってきて、左手はおへそよりちょっと下側ですね。で、下におへその高さでこうずっと動いていきます。もう一回いきますね。おへその下までグッと入れて、こっちもおへそよりちょっと下から、背中の方でおへその下に向かっていきます。
骨盤を矯正するときは、おへその方から手を入れて、でこっちはおへその後ろから前に向かって、だから前と同じやり方でしょう。密着させて、こうおへそ、ケーティから矯正を始めます。こうでもなくてこうでもなくて、ちょうどその中間ぐらい、耳の、あの下からいきます。大体3センチぐらいずつですね、下に下げて。胸椎は、思い切り肩の方からいきます、腰椎の一番下で、その下は骨盤になります。はい、胸椎から腰椎にかけて、ほとんど平行にあまり力を入れず、まあ、こう今こうやったけども、こういうやり方もあります。こっちもあんまり力入らないですけど、さっきのやると力入れたいからやっちゃう。力入れようない、力入れたからって動くわけじゃない、軽く混ぜる、軽く交差させて、今腰椎向き外側からやって、腰椎の一番下。